ボンジョルノアトゥッティ。皆さんこんにちは、アルテミアクチーナです。今日は蒸し暑いこの時期でもさっぱりと美味しく食べられる白身魚と新じゃがのレモンサマーソテーをお届けします。塩分はかなり控えているので、お好みで召し上がるときに塩分の調整をしてください。今日の材料はこちらを使っていきます。まず白身魚はキッチンペーパーなのでしっかりと水気を拭き取っておきます。こうすることで魚の生臭さなども取り除くことができます。そして塩を振っておきましょう。じゃがいもは2ミリぐらいの厚さに切って、水ですすいでおきます。トマトは半分もしくは4分の1にカットしておきます。フライパンにオリーブオイルを入れて、全体にじゃがいもを敷き詰めていきます。今日は新じゃがが手に入っているので新じゃがを使いましたが、もちろん普通のじゃがいもで問題ありません。敷き詰める時もあまり神経質にならず、全体に広がるように並べてください。重なっても問題はありません。じゃがいもを敷き詰めたら、その上に白身魚を置きます。そしてオリーブの実を散らして、さらにケッパーも加えます。今回はよく見るケッパーの花のつぼみではなく、ケッパーの実の方を使いましたが、もちろん普段簡単に手に入るケッパーで問題ありません。そして白身魚の上に切ったトマトを乗せていきます。全体に軽く塩を振って、そして胡椒を散らします。最後にレモン半分分のレモン汁を加えて、レモン汁の量も少なすぎると問題ですが、多い分には全然問題ありません。蓋をして中火で約15分ほど蒸し焼きにします。
約15分後、蓋を開けて爪楊枝などでじゃがいもが柔らかくなっているかチェックします。じゃがいもが柔らかくなったら蓋を外して、さらに1分から1分半ほど煮詰めて、そして火を止めます。あとは器に盛って刻んだパセリを散らせば出来上がりです。レモンの爽やかな風味と酸味がとても心地よいです。白ワインやビールにもぴったりです。最後にオリーブオイルを回しかけて、おしゃれなイタリアンの出来上がりです。見た目通りとても爽やかで、おもてなし料理にも使えます。今日の材料はこちらです。この動画がいいなと思ったら、いいねボタンをポチッとよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もお忘れなく。ではまた次のビデオでお会いしましょう。Alla prossima volta! Ciao ciao!